TBS ニュースは TBS テレビが運営するニュース専門放送局である。JR 京葉線 E233 十5000番台のトレインチャンネルでの上映風景国内外に展開する JNN の豊富な取材網を活用し、速報性を重視したニュースを積極的に放送している。スカパースカパープレミアムサービススカパープレミアムサービス講や 各地のケーブルテレビなどに加入すると視聴できる。2009年10月より、スカパー HD ではニュース専門チャンネルとしては初となるハイビジョン放送を開始した。理由としては当時、プロ野球中継を行うためであった。スカパーのプロ野球セットにも組み込まれていた。ハイビジョン放送開始後も2013年9月までは一部映像に収録。 球の標準画質が混在していた。口述のように2014年5月にプロ野球中継は一旦廃止となり、スカパーのプロ野球セットから外れたのはもちろん一部のケーブルテレビ局でもニュースバードから中継を引き継いだ TBS チャンネル2に切り替える動きがあった。全国の JNN 系列局や BSTBS で深夜帯を中心にフィラーとして放送されている。 JR 東日本の社内放送、トレインチャンネル及び、羽田空港国内線搭乗待合室モニターや、大日本印刷との提携による、大学生協向けのデジタルサイネージ、キャンパス TV にも、動画ニュースを提供している。基本的に専用のスタジオから、1名から2名のキャスターが交代で24時間ニュースを伝える。キャスターは、主に当チャンネル専属の人物だが、 tbs アナウンサーが持ち回りで出演する時もある。多くのニュース項目は、地上波の各報道番組で放送された項目を、録画、編集したものだが、緊急時は、生放送で、回線接続する場合がある。アメリカ CBS テレビとの提携を活かし、同局のニュースや、ドキュメンタリー番組などを生放送、自作放送している。毎日新聞の第 2tb& ラジオ面に、 番組表が掲載されている。スポット CM は、他の CS 放送同様、自動車保険関連や健康食品などの通信販売関連が大半を占めている。TBS チャンネル1.2でも、頻繁に流れている、ブシロードの CM が、ニュース専門チャンネルでは珍しく放映されている。この他、TBS チャンネル1.2と、同様、TBS 関連会社の通信販売会社、 tbs グローディアのテレビショッピングも頻繁に流れている。テレビショッピングは長年の間元 tbs アナウンサーの山本文夫が案内役を務めていたが2014年2月に急成し、あとは案内役抜きで放送され、現在は山本の後輩で元 tbs アナウンサーの生島博士が案内役を務めている。tbs チャンネルや BSTBS の番組宣伝もスポット CM として流れている。5時を起点とする24時間放送。かつて月から金曜日は時期により4時、4時30分、4時45分のいずれかの時間帯を起点としていた。祝日も年末年始を除いて通常シフトに順ずる。一部を除いて番組自体は30分単位だが内容は10分ごとのパートで区切られている。 CM は毎時28分、58分から2分間挿入される。番組の進行によっては CM の開始までに空きが生じることがあり、その場合は天気予報やニュース項目の一覧、もしくはチャンネルのロゴマークをあしらったフィラー映像を流して調整する。パートの区切りは2013年3月までは終日15分ごととなっていた。各ニュース番組は 二時間から四時間前後の枠になっており、原則初回の30分は生放送、残りの時間はその再放送であるが、時間帯により一部内容を入れ替える。新規のニュースや続報が入った場合も、適に内容を新しいものに更新し、再構成したものを放送する。大きな事件や事故、災害のニュースが入ったきは随時速報するほか、TBS 発、 JNN および系列局制作の報道特別番組を地上波と同時放送する場合がある制作をお送りします。のテロップを付加。画面下の項目テロップのうち、JNN 系列の地方局が取材したニュースは、当該放送局の略称ロゴが表記される。月1回程度、主に月曜日の深夜から未明にかけてメンテナンスにより放送休止となる。 かつては一時期メンテナンス中のデータ放送が利用できなかったが、現在はスカパーン。他チャンネルと同様のスカパーン。見てみてサポーターのご案内が利用できる。原則、一人ずつのローテーションだが、12時から16時は TBS テレビアナウンサーのローテーションとなる。同チャンネルの放送開始に合わせて、TBS 放送センター内の報道局内に、 専用スタジオと副調整室及び業務スペースが新設され、以来基本的に同所で番組は制作されている。副調整室は同チャンネル専用のマスター設備が併設されており、事前に収録された番組やリピート番組の創出などが行われている。放送開始当時使用していた CS スタジオはその後隣接する業務スペース内に新設された オープンスタジオと長く併用され、現在は地上波ニュースなどのインタビュー用を収録スペースとして使用されている。2009年9月時点で TBS 放送センター内に唯一残るアナログ SD 方式のスタジオ及び副調整設備であったがスカバーでの HD 放送に対応するため9月20日に一旦専用スタジオと副調整室の使用を中止し、 設備の更新作業に入った。その後、設備更新作業が完了し、11月16日から、同所での放送が再開されている。過去に出演したキャスター過去に出演した、気象キャスター CS 放送などにおけるチャンネルのみならず、JNN 系列各局でも未明体の放送休止時間を利用して、同時放送を行っている。ただし、あくまでも、 フィラーという扱いであるため、曜日や季節によって放送時間に違いが生じている。また大地震発生の際には、地震のあった地域の系列局が報道特別番組として再マル放送をする場合がある。TBS テレビ以外の各局は CS 再送信ネットであり、TBS テレビ以外の地上波各局では衛星回線により再送信している関係で3から4秒程度の 時差が生じる。ニュースワード TBS ニュースのハイビジョン化から地上デジタル放送への完全移行が完了するまでの間は系列局の設備状況により超額縁放送となっていた時期があった。スカパーなどのプラットフォームのメンテナンスにより低波する場合でも衛星回線への裏送りにより通常通り放送される。ただし、ニュースワード TBS ニュース自体の設備のメンテナンス日は、この限りではない。以下で言う、放送終了は、放送日付上の深夜定時放送終了時刻を指す。フィラー扱いで時刻が掲載されているつぼねでも、特番や臨時ニュース、スポーツ中継の延長放送などによって、終了時刻が変更になった場合は開始時刻の繰り下げや、途中での飛び乗りを極力避けるために十五分区切りで、 別のフィラーを放送する場合や、翌日付け早朝放送開始までの時間的な余裕がない場合は放送休止となる場合がある。特に月曜未明の放送を放送設備保守のため局によって休止にするところもある。また月曜から金曜が同時間帯に放送される場合はとしてまとめてある。なお、番組表の記載については、突起がない場合は TBS ニュースと記載されている。 TBS ニュースを放送している地上波の放送局でも CS 放送と同様に時刻、表示を行っているが一部のつぼ根では CS 放送からの喪失ではなく各局別の喪失となっているテレビ U 山形を除き定時番組扱いいずれの放送局も夜間から明け方にかけての時間帯で重大ニュースや台風などの災害が見込まれる場合や 選挙特番の場合などは、臨時に、週夜放送で TBS ニュースを放送する場合もある。2011年3月11日に、東北地方太平洋沖地震が発生した際は、地上波や BSTBS ともに開局以来最大規模の特別体制が取られた。発生直後から地上波との同時放送をはじめ、15日までの5日近くに、 わたって震災に特化した報道を続けた。深夜は、ニュースバードが制作を担当し、チャンネル専属キャスターに加えて、増田直弘アナウンサーが交代で出演した。15日に通常編成へ戻ってからも、20日頃までは、朝の時間帯以外も二人のキャスターが出演していた。発生後の夕方から同月19日の9時にかけて、スカパーン。 の全サービスや複数の動画配信サイトにて無料放送を実施し、YouTube や YouStream では18日15時まで行われた。JNN 系列局の一部では深夜から未明以外の時間帯にも同時放送が行われた。以下にその事例を挙げた。ありがとうございます。